ただいま入っているお仕事ですが、依頼人はあなた方をご指名です。指名？なんだか緊張するな。どんな仕事なんだ？ご安心ください。危険な仕事ではございません。お二人もご存知かと思いますが、もうすぐ稲妻では硬貨姿の彩り祭という盛大な祭典が開かれようとしています。おお、お祭り。そういえばオイラたち、まだ稲妻のお祭りには参加したことがなかったな。この祭典はシャブ行と八重巫女様によって取り仕切られています。そして今回あなた方に依頼なさったのも他でもない八重様なのです。ミコはヘンテコリンなアイディアをたくさん持ってるから、きっと面白い祭りになるだろうな。鳴神大社に行ってどんな依頼か確認してこようぜ。それほど遠くまで行く必要はありません。八重様なら今花見坂の八重堂にいらっしゃいます。あなた方をご案内するようことづてを頼まれていたんです。そうだったのか。じゃあ早速行こうぜ。新たに黒田、そちらの状況はどうじゃ？ご報告いたします。八重堂の書籍並びに個人の委託による印刷物、すべて昨日の午後に製本と発送を完了いたしました。うむ、悪くない。村田の方はどうなっておる？天井屋とセーリングブリーズから連絡があった。ライデン将軍に転生したら天下無敵になったと。お願い、私の千古宮司の関連資料についてもすでに準備が整っております。よかろう。小野寺はどうじゃ？小野寺。はい、ご報告いたします。新刊即売会の準備はすべて予定通り進行中です。小野寺、こたびの即売会の企画は何時が立てたもの。言い換えれば何時はわらわたちの大将なんじゃ。もっと自信を持たんか。心配せずともこの企画は必ず成功する。わらわのお墨付きじゃ。そうじゃな、特別に2日間の休暇をやろう。この機にしっかりと休むがよい。即売会当日は忙しくなるからの。八重様、ありがとうございます。さて、みんなやるべきことがいっぱいじゃ。時間は待ってはくれぬぞ。すぐに取り掛かるがよい。解散。元気にしておったか、わっぱたち。その様子じゃとすでにわらわの依頼を引き受けたようじゃな。おいおい、ミコ、もうすぐ祭りだってのに鳴神大社に戻らなくていいのか。こんなところで娯楽小説にかかりっきりで。あ、オイラたちを呼んだのってもしかして祭りの準備を丸投げするためなのか。ふん、そんな依頼引き受けてやらないぞ。しくしく、なんと嘆かわしいことか。わらわは祭りのためにこれだけ苦労しておるというのに、まるでサボっておるかのようなその言い草。わっぱよ、祭りが鳴神大社と関係しているなどと一体誰が言ったのじゃ？おい、そうじゃないのか。だってここは稲妻だろ。確かにそうじゃの。じゃが鎖国令が解かれた今の稲妻はもう昔のような普遍を渇望する国ではなくなった。それゆえ従来のしきたりに基づいた伝統的な祭りではなく、一味違ったものにしようとシャブ行と共に決めたんじゃ。稲妻の風格を保ちつつ
国際的な文化振興の会を開くつもりでおる。どうやら姿の彩り祭の由緒から説明しなければならぬようじゃの。伝説によると古代の稲妻にはかつて鹿の達者な5人の歌人がいたそうじゃ。人々は彼らを五歌仙と呼んでおった。毎年彼らは五歌仙の中から一人を派遣して5人で作って編纂した歌集を将軍に献上しておったんじゃ。このことは当時の人々の間でも雅な話じゃと語り継がれておった。彼らのおかげで稲妻の文化も当時はとても栄えていたんじゃ。後に人々は彼らを題材に様々な様式で五歌仙の物語を作った。その物語から姿の彩り祭が生まれ、創作が生活にもたらす喜びを祝うようになったんじゃ。やっぱり文化的な色がすごく濃いお祭りだったんだな。うむ、古い言葉で言うなら風雅というものじゃな。しかし残念ながら時が経つにつれ五歌仙もこの祭りも人々の記憶から消し去られていった。じゃから今回は姿の彩り祭の復興に向けて娯楽小説の創作を中心とした文化交流展を開く。え、ちょっと待て、娯楽小説？そんな信じられぬというような目で見るでない。古く鹿は流行の媒体じゃった。その流行は今や娯楽小説となっておる。ただそれだけのことじゃ。重要なのは形式ではなく創作であることなんじゃ。過去ばかりを気にして形式や内容にこだわっていては良い作品も生み出されぬ。それに今を大切にするという観念は今の稲妻にぴったりじゃと思わぬか。これを機に娯楽小説を通してデイワットに稲妻を再認識してもらうこともできて一石二鳥じゃ。うわ、危なかったぞ。お前が注意してくれなかったらオイラもミコに騙されてたところだ。ふん、オイラたちを騙そうったってそうはいかないぞ。お前のことだからどうせ個人的な趣味で決めたんだろ。わらわの趣味でもあることは否定せんがの。じゃが小説でも祭りでも新たな着想で大衆の興味を引く必要がある。どうじゃ、姿の彩り祭でどんな面白いものが見られるのか何じらは気にならぬのか。気になる。正直すっごく気になるぞ。それならわらわについてくるんじゃな。離島の会場へ行けば目新しいものが見られるぞ。それにあそこには今回の任務について説明してくれるものもおる。姿の彩り祭が開かれる間、音楽観察一帯は娯楽小説の主な展示会場となる予定じゃ。多数の商業作品や同人作品が頒布されるだけでなく、限定特典や抽選会、新刊即売会といったイベントも豊富に行われる予定じゃ。万国商会の前にあるこの小さな広場は祭りの期間中、五歌仙広場と呼ばれる。近くの店舗には娯楽小説に関連した特別商品も売り出されるゆえ決して見逃すでないぞ。おお、なんていうか
随分と変わった祭りっていうか、違った次元の凄さを感じるぜ。あれ、ミコ、広場の中心にある真っ白い板は何をするためのものなんだ？うむ、それは八重様から頼りになる助っ人が来てくださると伺っていましたが、やはりあなた方でしたか。旅人さん、パイモンさん、お久しぶりですね。元気にしていましたか？アヤト、今回の姿の彩り祭にはアヤトも直々に出るのか。でもお前ってすごく忙しいんじゃないのか？祭りの準備はシャブ業の義務なのです。それに八重様ご自身が姿の彩り祭のために心血を注いでいらっしゃるのですから、私が出向かないわけにもいかないでしょう。アヤト、わらわたちの中じゃそんなにかしこまるでない。今ちょうどここの展示板について話しておったところじゃ。これはわっぱたちの任務とも関係がある。何時が詳しく説明してやれ。すでにお二方は姿の彩り祭が五河川の伝説に基づいたものであるとお聞きになったことでしょう。この5つの展示板は彼らの姿を描くためのものなのです。この姿の彩り祭は稲妻の鎖国令が解除されて以来初の大型祭典となります。それだけでなく、文化や芸術に関連した祭りでもある。ですからシャブ行では他国の文化人を何名か稲妻にご招待しました。例えばこちらの肖像画については、はるばるモンドから画家をお招きして描いていただく予定です。客人方の稲妻における食事や宿泊の手配は我々シャブ業がお手伝いします。しかし異教の地ではどうしても慣れないことがあるかもしれません。そんな時、稲妻に詳しくテイワットの他国にも通じる方に案内をお願いできればこちらとしても大助かりなのですが。はい、お二方には港口から客人を万国商会まで招いていただき、彼らの希望に沿った手助けをして差し上げてほしいのです。客人方の乗る船の詳しい情報についてはこの到着時刻表に記載されています。ここに乗っている時間通りに鳩場へ向かってください。さて、もうこんな時間じゃ。わらわは編集たちとの会議があるゆえ、先に行かせてもらうぞ。祭り期間中、八重堂の編集はほとんどが音楽観察の近くによる。何か用事があれば直接尋ねるがよい。今回の祭りは三部業共同でことにあたっており、対処しなければならないことが山積みなのです。ですので私もこれで失礼いたします。客人のことどうかよろしくお願いします。アヤトがくれた時刻表に船の詳しい情報が載ってるみたいだぞ。よく確認して時間になったらお客さんたちを迎えに行こうぜ。
ってた。立ってた。なんだな。私たちはみんなモンドから来た吟遊詩人よ。近頃の稲妻は大きく変わったらしいから、何か鹿のインスピレーションが得られるといいんだけど。このお客さんたちってみんな吟遊詩人なんだろ。だからオイラ吟遊野郎を探してるんだ。おかしいな、吟遊野郎はモンドじゃ有名なはずだ。招待されてないわけないよな。おい、なんでだ。あ、そっか、オイラもわかったぞ。吟遊野郎はもうモンドの管理者じゃないけど、それでも神なんだよな。もし祭りがあるって聞いたからっていそいそと稲妻に来たりなんかしたら大人げないっていうか、面目が丸つぶれだよな。栄誉騎士のお兄ちゃん、パイモンちゃん。あ、クレー、お前も姿の彩り祭に招待されてきたのか。うん、招待されたのはアルペドお兄ちゃんだよ。でも最近騎士団のみんなはとっても忙しいから、アルペドお兄ちゃんがここの人に頼んでクレイの家族通行証を用意してくれたな。やあ旅人に、パイモン。稲妻で姿の彩り祭が開かれると聞いて君たちに会えるかもしれないと思っていたよ。五花仙の肖像画を描く人ってアルベドだったのか。どうやらもう絵のことは知っているみたいだね。だけど僕のここでのペンネームはタクアだよ。そうだ、万国商会はどこか知っているかい？後で八重堂の編集主任とそこで会う約束なんだ。万国商会はお前たちが離島で泊まる場所だぞ。どうやら目的地は同じみたいだな。それはよかった。じゃあ早速案内してくれるかい？あんまり走るんじゃない。誰かにぶつからないよう気をつけるんだよ。はあ、道中クレイに稲妻の物語を話したのがまずかったか。そのせいでクレイはほとんど睡眠をとっていなくてね。その上ここに着いてからも元気が有り余ってずっとはしゃぎ回っている。ふん、平山主任がまだ来ていないようだ。僕より早く着くと言っていたのに困ったな。実は編集主任と会う約束をしたのは五花仙の詳細資料を渡してもらうためなんだ。資料がなければ絵の構想もうまくできないからね。稲妻に来るまで自分が何を描くのか知らなかったのか。僕が知っていたのは五花仙という名前だけなんだ。五花仙はとても古い人たちだから現在まで伝わっている内容がほとんどなくてね。だから編集主任が僕のためにもう少し情報を集めてくれることになったのさ。僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだ。だから彼がまとめた資料を受け取る日を今日まで先延ばしにすることに通した。その絵っていつまでに完成させなきゃいけないんだ。肖像画は祭りのいくつかの段階で
1枚ずつ公開していく計画らしい。1つ目の水構造はあさっての姿の彩り祭正式開幕より前に完成させないといけない。あさって？それって時間的に厳しくないか？別にそうでもないさ。娯楽小説の挿絵を描いた時なんて原稿を船で送らないといけなかったから、今よりよっぽど厳しい状況だった。先月なんか珍集集見録最新刊の姿の彩り祭先行販売に間に合わせるために最終章の挿絵は原稿をもらったその日のうちに完成させたほどだったよ。その挿絵は稲妻につくや否や印刷されたらしい。だから僕は未だに完成品を見たことがないんだ。お前の創作環境に同情するべきなのか、それともお前が天才だって褒めるべきか。もちろん可能なら僕もできる限り早く資料を手に入れたい。そうすればより良い準備ができるからね。おう、ここ数日は八重堂の編集者たちは音楽観察のあたりにいるんだったよな。編集主任もそこにいるかもしれないぜ。アルベド、お前をそこに連れて行ってやるよ。わかった。クレイ、君はもう長いこと寝ていないからここに残って休んでおいで。僕たちは用事が終わったら帰ってくるから。うん、わかった。アルベドお兄ちゃん、心配しないで、クレイおとなしくしてるよ。まったく、こんな時だっていうのに。小野寺ったら、休暇で連絡が取れないだなんて。後で黒田さんと稲妻城に戻り至急増刷しましょう。だけどこの小説は需要が高いから増刷しても足りるかどうか。でも今日のうちに発覚したのが不幸中の幸いね。あと何日か遅れてたらそれこそ取り返しがつかなかったわね。え、倉庫にいた怪しいやつ、あいつの仕業だと思う？そのことを調べるためすでに主任が向かっています。なんだ、何か起きたのか？あらたびびと、気にしないで。うちうちの問題だから。何か用事でも？平山編集主任を探しているんだが、どこにいるか知っているかい？主任なら港口の倉庫に。村田さん、お待ちを。失礼ですが、もしかして五花仙肖像画を描きにいらした白亜先生でしょうか？いかにも、僕が白亜だ。私は黒田と申します。お見受けしたところ、五花仙の資料についてお聞きになりたいのだと思うのですが。申し訳ございません、今しばらく万国商会でお休みになってお待ちいただけますでしょうか？すぐに主任に連絡して資料をお届けいたしますので。別にそんなことしなくてもいいぞ。なんだか忙しそうだし、オイラたちで探しに行くぜ。それはもしかして珍集集見録の最新刊に何か問題が起きたのかい？どうしてそのことを？君たちは編集主任が僕に渡す資料について知っていた。つまり編集主任は約束を忘れていたわけではなく、突発的な状況に遭遇したということだ。だけど君たちは僕を白亜だと知りながら編集主任には会わせたくないようだ。どう考えても僕が挿絵を担当した珍集集見録に何かが起こったとしか考えられない。君たちはそれを本能的に隠そうとした。うっ、はい、恥ずかしながら確かにおっしゃる通りです。白亜先生、単刀直入に申し上げます。本日の朝方、港口の姿の彩り祭倉庫に怪しい外国人がいるとの情報を受け、天領奉行が駆けつけました。天領奉行は貨物窃盗の恐れがあると倉庫を借りていた全ての方々に連絡しました。そして結果、倉庫にあった
新州集権録の新刊が全てなくなっていたことが分かったのです。全部なくなってたのか。しー、お静かに。この小説は姿の彩り祭の最終段階で鳥として先行販売される予定で、しかも作者の陳玉先生も即売会に参加されるのです。深刻な事態だから主任はすぐに倉庫に駆けつけたわ。今窃盗事件とあの外国人の関連性を調べてるの。なるほど。確かに人収集権録が予定通りに発売できないのはとても残念だね。それに陳玉先生にとっても本意ではないはずだ。編集主任は港口の倉庫に向かったと言ったね。僕もそこへ行ってみよう。何か手伝えるかもしれない。そういえば新州集権録の作者陳玉って行く秋のことだよな。ん？彼を知っているのかい？もし自分の小説がなくなったって知ったらきっと悲しむよな。オイラたちもアルベドと一緒に行こうぜ。新谷さんと黒田さんは稲妻城へ戻って陳州集権録の増刷手配をしているわ。私はここでしばらく待機することになったの。もちろん小説が見つかればそれが一番いいんだけどね。最悪の状況にだけはならないでほしいわ。展示会場をご利用の方はこちらから申請してください。天領奉行の公務を執行しているのだ。私がいるのは当然だろう。いや、サラのことじゃなくて、金融野郎、倉庫にいた怪しい外国人ってまさかお前のことだったりしないよな。ごめんね。結果から見ると確かに僕のことみたい。そこの容疑者言ったはずだ。窃盗と密航の疑いが晴れるまで勝手に口を開くな。旅人パイモン、お前たちはこの自称吟遊詩人のモンド人を知っているのか。サラ、オイラたちが知る限りこいつは多分窃盗と関係ないと思うぞ。でも密航ってどういうことなんだよ。この者は姿の彩り祭の客人であると自称しているが、招待状を持っていないんだ。故に我々は密航を疑っている。何しろこのものを見つけた場所はセーリングブリーズのダンディライオン種を保管している貨物の中だったからな。事件解決に有益なことであれば別に構わない。金融野郎、お前まさか本当に密航してきたのか。久しぶりの再会なのに会って早々疑いの眼差しを向けられるなんて。ああ前に君たちも同じような方法で稲妻に着いたって聞いたからてっきり分かり合えると思ってたのに。同じような方法？冗談さ、安心してよ。僕に招待状を送ってくれたのはシャブ業の神里綾人。こんな情報を知っている人が密航者である可能性は低いでしょ。でもだったらなんで吟遊詩人たちの船に乗ってなかったんだ。もちろん招待状をもらってから早く稲妻に着きたかったんだ。ちょうどダンディライオン種を運ぶ貨物船に出くわして彼らと一緒に出発したんだ。船長とすごく気が合っちゃって途中で美味しいお酒をたくさんおごってもらったんだよ。多分だけどダンディライオン種と稲妻のお酒を飲み比べているうちに貨物の中で寝ちゃったのかもね。
それで目が覚めたらこの倉庫にいたってわけで、そこの天領奉行の大将さんが虎視眈々と木箱の上から僕を睨んでたんだ。確かに金融野郎の言ったことは真実味があるけど、でもなんか、すみません、私は被害に遭った八重堂の者なのですが、いくつかお聞きしてもよろしいですか。先ほどあなたはずっとこの倉庫にいたとおっしゃいましたよね。でしたら何か怪しげなものと聞きませんでしたか。そういえば確かに周りで足音がしてたような気が。それも一回じゃなくて何回もね。でも僕は別に変だとは感じなかったよ。音がしたのに変だと思わなかったのですか。ふん、なるほど。アルベド、何か分かったのか。窃盗と聞けば鍵をこじ開けたり物を荒探ししたりする行為を連想するはずだ。だが今のウェンティの話はこのような明らかに不自然な物音は聞いていないという意味だろう。それにここは倉庫だから毎日大量の貨物が出入りしている。足音が聞こえるのも至って自然なことだ。つまり紛失の件は手がかりなしということでしょうか。いや、そうとは限らない。さっきの事実から少なくとも3つの結論を出すことができる。1つ、小説を盗んだのは気まぐれな盗賊ではなく、初めからそれらを盗もうと企んでいたもの。2つ、犯人は倉庫に非常に詳しく鍵を持っている。3つ、さすがだね。小説はとても重いから単独犯が短い時間で運ぶのは難しい。きっと仲間がいるだろう。ウェンティは明らかに犯人の特徴と異なる。うむ、その推論に賛成しよう。平山編集主任、天領奉行は引き続き倉庫の関係者を調査する。もし何か手がかりを手に入れたらすぐに我々の方まで届けてくれ。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ僕もこれで。待て、確かに窃盗の疑いは晴れたが、合法的な手段で稲妻に入国したかどうかの結論は出ていない。あちゃー、残念。さっきみたいにごまかせると思ったのにな。サラはすごく厳しいからな。銀融野郎、招待状はあるのか。えへ、ごめん、どこにあるのか思い出せないや。どう考えても大事なものなのに。大事なものだということはもちろん知っているさ。だからずっと手に持ってたんだ。僕は荷物も持ってないしポケットにも入らないからね。おかしいなあ、確かに飲みすぎてたけどちゃんとしまった記憶があるんだよね。その時は自分の思いついたアイディアに満足していたほどだったんだよ。ずっと手に持ってたのに、なんでまたしまおうとしたんだ。僕はすごく真剣にモンドのお酒と稲妻のお酒を飲み比べていたんだよ。そしたら両方の手にグラスを持たなきゃいけないだろう。つまり招待状を手で持つことはできない。それに忘れてしまってもいけないから適当な場所にも置けない。どうやらあそこしかないね。君も気づいているんだろ。おい、お前たち二人とも招待状がどこにあるのか分かったのか。そんなわけないだろう。マントに何かを収納する空間なんてないじゃないか。でもまあ確かに悪くないアイディアだな。銀融野郎、今度マントを改造してみたらどうだ。うん、マントは見た目の美しさ以外何の役にも立たないっていう人がよくいるからね。そうすれば批判する人も減ると思うよ。あ、そうだった、さすが君だね。確かにシャブ業が送った招待状だ。
客人の身分についてこれ以上疑う余地はない。しかし今晩からは万国商会に滞在していただけると助かる。では私はこれで先に失礼させてもらう。サラ行っちゃったな。オイラたちも平山編集主任に資料をもらいに行こうぜ。平山編集主任、僕が今日会う約束をしていた白亜だ。おお、白亜先生でしたか。稲妻にいらしたばかりなのにこのようなことになってしまい本当に申し訳ありません。こちらが五河川の資料です。我々が探し出せた情報は全てここに載せてあります。どれ？うん、僕の予想通り水光や葵の大きなといった名前は五河川の本名ではなかった。五河川物語はここに至るまで数多く伝わってきた。しかし今となってはその具体的な内容の正確さを知ることは不可能である。はあ、実に残念だ。ともかく五河川物語のほとんどが似たような形式で書かれていることが分かった。これも収穫と言えるだろう。アルベド、その情報って絵を描くのにも役立つものなのか？確かにアイデアは得られたね。だけど一番重要なインスピレーションがまだ欠けていると認めざるを得ない。申し訳ございません。これらの資料は確かに詳細に欠けるものです。しかし今のところこれ以上の内容は見つからないのです。ですが八重様はこのようにおっしゃっていました。五河川の伝説は千変万化、一人一人違った物語を心の内に秘めていると。ですので白亜先生も心のままにご自身が面白いと思うものを書いてくださるだけでいいのです。確かに巫女が言いそうなことだな。編集主任、心配しなくていい。絵のことは僕が何とかしよう。ありがとうございます。それでは白亜先生にお任せいたします。それから皆さん、最後にもう一つ頼みたいことがございます。明日の朝、珍集集見録の作者陳玉先生が船で稲妻に到着される予定なのです。もし陳玉先生を見かけたらどうか新刊窃盗の件はご内密にお願いできないでしょうか。小説が回収できるか否かにかかわらず、八重堂は最善を尽くして新刊即売会を成功させるつもりです。ありがとうございます。では私はこれで失礼いたします。どうやらここでやるべきことはもうないみたいだな。オイラたちも行こうぜ。銀融野郎、そんなところで何やってるんだ。置いてっちゃうぞ。旅人、アルベド、こっちに来てくれるかい？面白いものがあるよ。金融野郎、これって何の紙なんだ？今朝僕が倉庫から目覚めた時、寝ていたウッドコンテナに落ちていたんだ。その時は元から落ちていた紙切れだと思ってあまり深くは考えなかった。だからざっと見ただけでこの近くに置いたのさ。でも今はこの紙に書かれた内容を君たちも詳しく読んでおくべきだと思うよ。
編？待てよ、水光って五河川のうちの一人じゃなかったか？この詩にある物語の内容はこんな感じだ。河川水光は酒に酔い、将軍へ届けるべき歌を盗まれてしまった。この物語、ここ最近どこかで聞いたような。聞いたどころか、まるでお前の昨日の体験じゃないか。すごく面白いと思わない？うん、僕もそう思うよ。この紙を残したのは犯人じゃないとしても一部始終を目撃しているに違いない。でもどうしてこんなことを。もし目撃者だったとして、なぜ窃盗行為を止めなかったんだろうか。まあまあ、今はそんなに深く考えない方がいいよ。みんな朝から忙しかったでしょ。せっかく稲妻で会えたんだし、これからどこかでパーッと飲もうよ。おいおい、酔いが覚めたばかりだっていうのにまた飲むのか。アルベドはまだ捜索が残ってるんだぞ。お前に構ってる時間はないんだ。いや、問題ない。一緒に一杯飲みに行こう。僕のおごりだ。うえ、絵はいいのかよ。前にも言っただろ、僕はインスピレーションさえあればすぐに描けるタイプだって。今その一番重要なインスピレーションを見つけたんだ。それにモデルを作品に取り入れるにはそれ相応の報酬を支払う必要があるからね。だったら美味しいおつまみも頼んじゃおうかな。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。さすがアルベド、姿の彩り祭の開幕前に一枚目を間に合わせるなんてな。うん、僕もすごくいいと思うよ。稲妻のスタイルで描かれていながら現代人の美的センスも兼ね備えている。特にキャンバスの中の僕、熟睡しているにもかかわらずなんて優雅な姿なんだ。おいおい銀友野郎、あんまり調子に乗るなよ。お前はあくまでモデルであって絵の中の人物じゃないんだからな。アルベド、次は何を描くんだ？次は五河川の葵の翁だ。アルベド、その絵を描くのは少し待ってからにしない？もしかしたら似たようなものがまた見られるかもしれないよ。似たようなもの？他の五河川物語が書かれた紙切れということだろう。資料によると流通している五河川物語は全部で4編らしい。だけど今はまだ1編しか現れていない。お前たちはあの紙切れを残した謎の人物がまた現れるって言いたいのか？その可能性はある。それに五河川物語自体にも興味深いことがあるんだ。例えば河川は5人いるのに、かつて流通した物語は全て4編で1つのシリーズだったこと。ほとんど全ての物語において黒主の独立した小説がないんだよ。それについては僕もちょっと気になるな。でもモンドには風が物語の種を運び、時間がそれを芽生えさせるっていう古いことわざがあるだろう。今はゆっくり待とうよ。
おいらたちが迎えなきゃいけないリーユへの船がもうそろそろ来るみたいだな。波止場に行こうぜ。行く秋も船に乗ってるのを忘れるなよ。小説をなくしたことうっかり言わないように気をつけるんだぞ。クラクサナヒデミの恩恵を試してみてはいかがですか。見たような気のせいじゃありません。私は飛雲商会の阿局です。この船には書道家以外にも画家や機関機関の騎士も乗っているんですよ。以前機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。旦那様は興味を示さなかったのですが、坊ちゃまの方は支援したいとおっしゃっていました。聞いたところによると姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。じゃあその坊ちゃまはどこにいるんだ。坊ちゃまはなあ、ゆくあきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン、君たちも稲妻を訪れてきたのかい。どうやら僕たち本当に縁があるようだね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね、気がついたら夜が明けていただけだ。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだよ。先に招待状を取り出しておこう。ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。文字の筆跡まで全く同じだぞ。この前手に入れた物語、港口の層、肖像画を描くんだけど、肝心な五河川の物語がいろんな場所に隠されちゃってるんだ。その物語を見つけてそいつに渡せばモデルとして絵の中に描いてもらえるかもしれない。待てよ、それってでもこの一瞬で他に思いつかなかったんだ。それってまさか白亜先生に会えるということかい。そうとも言えるな。本当かい。それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、機関機関の投資価値を見極めるという名目でなんとか父上に稲妻へ来ることを承諾させたのさ。だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に五河川の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに
会う機会すらないなんて。そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。今からあいつのところに連れて行ってやるぜ。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。白亜先生はお前の小説珍集集見録の挿絵を担当してるんだってな。君たちも知っていたのか。正直なところ、リーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、その半分は白亜先生の美しい挿絵のおかげなんだ。白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく、実に精巧なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。はあ、アルベドのおかげで行く秋の注意をそらせたな。気づかれなくて済んだぜ。アルベドに会ってもボロが出ないといいんだけど。やあ、旅人にパイモン。ん？隣の方は？白亜先生とお見受けいたします。お会いできて光栄です。僕は、珍集集見録の作者、陳。いえ、お会いできたのに、失明で呼ばせるのは失礼でしたね。僕のことは、ゆくあきと呼んでください。なら、君も僕をアルベドと呼ぶといい。いえ、そんなわけには。どうしていけないんだい？お互い旅人の友達なんだし、本名で呼び合う方が手間も省けるはずだ。それに僕たちはこれまでにも交流があっただろう。そこまでかしこまられるとかえって慣れないよ。アルベドだけじゃないぞ。オイラたちもこんなに慌てた行く秋を見たのは初めてだ。まったく、君たち二人まで機械とばかりに僕をからかわないでくれ。そうだ、先ほど不当で創作大作戦の物語を見つけたんだ。聞けば君はそれを収集しているんだってね。創作大作戦？ほら、五箇仙物語が書かれた紙切れを探すあのイベントのことだ。前に銀融野郎が一枚見つけてモデルとしてお前の絵に採用されただろう。ああ、そうだったね。物語は大体把握したよ。ありがとう、大助かりだ。それならよかった。だけどこの物語、全く筋が通っていないように見える。どういうことなのか詳しく教えてくれないか。もしみんな時間があるなら、どこかで食事でもしながら話そうか。それは。あ、ゆくあきは何か用事があるのか。いや、なんでもない。食事といえば志村屋のうな茶漬けがとても美味しいんだ。そこへ行くのはどうだい。志村屋か。だけど今日は風が強いからね。雨遊亭でもいいかい。ああ、僕は荷物を置いてくるから後で雨遊亭で会おう。やはり辻褄が合わない。そんな、オイラ結構うまくやれたと思ったんだけど。もしかしてどこかでボロが出てたか。いや、パイモン、君のことじゃない。旅人、どう思う？行く秋が怪しい？おいおい、二
二人とも何言ってるんだよ。パイモン、この詩は君もさっき読んだだろ。行く秋からすれば筋の通っていないものだけど、前のものと合わせて読んだならどうだい？合わせて読む？どれどれ。水光は酔っ払って眠ったせいで葵の翁の歌をなくした。葵の翁は自身のその歌を謎の人物に渡した。これってまさか今日の物語は新収集権録の新刊を盗んだ犯人が行く秋本人だって言ってるのか？そんなはずないだろう。だって行く秋は今朝稲妻に着いたばかりなんだよな。実はそれも疑わしい点なんだ。行く秋がついさっき稲妻に到着したのなら、なぜ志村屋のお茶漬けの味を知っていたんだい？それに僕が風が強いことを理由に場所を変えた時、彼は何の疑問も抱かなかった。まるで志村屋が屋台であることを知っていたかのようにね。それってつまり本当はもっと前に行く秋は稲妻に到着してたのに、着いたばかりのふりをしてたってことか？ああ、僕はそう考えている。でも行く秋が犯人なわけないよな。行く秋の夢は義侠心ある人になることなんだ。人助けはしても仁義に背くことは絶対にやらないはずだぞ。落ち着くんだパイモン。僕は行く秋と初めて会ったが、以前から手紙で交流していたからね。彼の人柄についても理解しているつもりだよ。きっと事情があるんだろう。この物語にもあったが、葵の翁が歌を持っていったのは誰かに脅されたかららしい。行く秋、もしかして危険な目にあったんじゃ。今はまだわからない。だけど遊亭は屋内席のみの料亭だから、怪しい者の尾行や盗み聞きはすぐに見つけられるはずだ。あそこで話をした方が安全だろう。真相を明らかにするためにも店では僕の話に合わせてくれ。とりあえず武勇亭へ向かおう。周囲に怪しい人物は見当たらないね。店の中で行く秋を待とうか。どうしよう、オイラすっごく緊張してきたぞ。行く秋とどう話せばいいんだ。まず行く秋が本当に他の人たちより早く現地入りしていたのかどうか確認しよう。もし彼が嘘をついている確たる証拠が見つかれば、それを突破口に真実を言わせられるだろう。彼が来ないうちにまずは店にいる客と話してみるのはどうかな。何かに気づけるかもしれない。姿の彩り祭の最終段階で行われる新刊即売会、僕が一番楽しみなのは人収集権録さ。ああ、なんといっても先行販売限定のサイン本は実に収集価値がある。ずっ
対手に入れないと。以前も陳玉先生のサインを見たことがあるけど、とても整った字で真面目なお人柄が垣間見えたよ。即売会当日は先生も現地にいらっしゃるみたいだから、その時にお姿を拝見できるはずだ。噂によるとすごく若いらしいぞ。おいらの聞き間違いじゃないよな。行く秋が新刊にサインする上に字がとても整ってるだって。アルベド、後で何を話せばいいか考えはあるか？僕は小説と挿絵の創作について行く秋と話すつもりだよ。もし彼が本当に何かを隠しているなら、きっと僕たちよりも緊張しているはずだ。創作について話せば彼の警戒を解くことができるかもしれない。そういえば、行く秋が短い時間で全く迷いのない挿絵を完成させてくれたお前に感謝したいって言ってたぞ。本当にそう言っていたのかい？ふん、それはまたとても価値のある情報だね。気のある若者がよく店に来るな。お客さん、注文はどうしやす？大将、今日のおすすめ料理は何だ？そりゃあもちろん取り立ての海鮮さ。ずっと海じゃ大雨が降ってたから漁船もほとんど出てなかった。だから今日のは全部天気が好転した今日取ったばかりのもんだ。昨日までは海の天気が良くなかったのか？ああ、さっきもリーウェからのお客さんが船が揺れて大変だったって言ってたよ。寝ること以外何もできなかったそうだ。なんだか役に立ちそうな情報が聞けたな。実に美味しかった。稲妻の料理は新鮮な海の幸が中心で、とても好みだ。ならよかったぜ。オイラたち、お前があまり眠れてないなら食欲もないんじゃないかって心配してたんだ。この機会に何か聞き出せないか行く秋と話をしてみようぜ。そうだな、旅の道中について聞いてみたらどうだ？実を言うと、海では毎日が同じ景色なんだ。これといった風景もないせいか、みんな到着を待ちくたびれていた。だから稲妻の近くまで来た時は、遠くにある陽光山の頂上を見て、みんな一斉に甲板に出ていたよ。ただ船が進むのがあまりにも遅いせいで、山頂が見えてから岸に着くまで丸一日かかったな。この話も疑わしくはないような。あ、そっか、岸に着くまで丸一日かかったんなら、山頂が見えた時海は大雨だったはずだよな。収穫はあったけど、もう少し証拠を集める必要があるね。行く秋と捜索について話してみよう。ところでアルベド、僕の小説の挿絵を描いてくれた君にずっと前から感謝したかったんだ。僕の小説はリーウェではあまり売れていなくてね。だから実を言うと、あまり自信がなかったんだ。でも君の挿絵はいつもその章で一番重要な場面を選んでくれている。僕の表現したかったことが理解されているのを感じたよ。ありがとう。だけど今回の挿絵は少しリスクをはらんでいる。実を言うと僕も少し不安なんだ。娯楽小説の挿絵はキャラクターを描くのが主流だけど、今回の最終章では他のものを描いたんだ。だけど
あのシーンは世界の変化を見せるものだ。背景だけを描くというのはとても合っていたと思うよ。怪しいところは何もなかったな。いや、行く秋は今確かにほころびを見せたよ。僕の挿絵は稲妻に届いてすぐに印刷されたはずだから、行く秋は本当なら見たことがないはずだ。行く秋、僕たちから一つとても重要なことを聞いてもいいかい？どうしたんだい？二人とも改まって。ん？それは一体何のことだい？ゆくあき、実はオイラたち天使から聞いたんだけど、昨日までは海の天気が良くなかったみたいなんだ。だからお前がさっき言った陽光山を見たらみんな甲板に出たって話はありえないんだ。それに珍収集権録の新刊は姿の彩り祭で発売される予定となっている。作者である僕たちですらまだサンプルをもらっていないのに、一体どうして挿絵の詳細を知っていたんだい？ゆくあき、お前本当は今日よりも前から稲妻に来てたんだろ？何か危ないことに遭遇して本当のことが言えないのか？それなら安心しろ、旅人もアルベドもすごいんだからな。いや、そうじゃない、誤解だ。やはりここ数日の睡眠不足のせいで頭が鈍ってしまっていたみたいだ。君たちが僕を探っていることに気づけないとは。少し用事があって、確かに僕は稲妻に早めに来ていた。どう君たちに説明しようか、少し考えさせてくれ。本当に話しにくいことなんだ。あ、奇遇だね。君たちもここにいたのかい？あれ、銀陽野郎じゃないか。どうしてここに？ここに天守秘蔵の長年熟成したお酒があるって聞いて飲みに来たんだよ。ふん、そんなどうでもいいことだろうと思ったぜ。それはどうかな。実は君たちにいい知らせがあるんだ。さっき九条さらに会ったんだけど、珍収集権録を盗んだ犯人を天領奉行が捕まえたから、もう心配しなくていいって言ってたよ。珍収集権録を盗んだ犯人だって？あれれ、もしかして僕言っちゃいけないこと言っちゃった？まずい。天領奉行が捕まえた犯人というのはもしかして小野寺さんという編集者かい？名前までは言ってなかったけど、九条サラがその人を花見坂まで連れて行くのを見たよ。みんな悪いけど説明している暇はない。早く小野寺さんを救出しに行かないと。ようこそ。注文なら私に言ってちょうだい。小野寺さんは無実だ。そちらは珍収集権録の作者のようだな。他の者まで一緒に来るとは思わなかったが。とにかく連れて行かないでくれ。まずは話を聞いて。陳玉先生、ご心配なく。実はさっき九条様に全ての事情を話しました。黒田も証言してくれたんです。そうだ、ちょうどここを去るところだった。はあ、よかった。いや、よくない。それってここにいる者はみんな知ってしまったということか？正確に言えば
犯人逃亡を防ぐために配備していた毛二小隊の人員もな。なんだか行く秋がショックを受けてるみたいだけど、どういうことなんだ。恥ずかしい限りだけど、大勢の者に知られてしまった今、もはや隠す意味もないだろう。実際この件が僕の責任であることに変わりはない。いえ、陳玉先生、この件は全て私の責任です。皆さん、私から説明いたしましょう。今回の姿の彩り祭で、私は作者のサイン入り新刊を売り出すアイデアを考えました。これは私が八重堂に入ってから初めて任せられた大型企画です。それに八重様からも絶大な支持を受けていました。ですが作者の先生方と相談する前に企画内容を提案してしまい、新玉先生には多大なご迷惑をかけてしまいました。率直に言えば、僕は書道が得意でなく、サイン関連の企画には向いていないということだ。新玉先生はとても困っていましたが、この企画が私にとってとても重要だと知ると、すぐに船で稲妻に来てくれたのです。共にこの難関を突破するために、ここ数日先生はひたすら字を書く練習をされていました。ですが一冊のサインにかかる時間は長く、確保していたサインの時間では足りませんでした。そこで考えたんです。新刊を倉庫から私の家に運べば、発売までの期間を使って先生にサインしていただけると。完璧な計画だと思ったのですが、まさかこんなすぐに気づかれてしまうとは思いもしませんでした。それに加えて私もここ数日ちょうど休みをいただいていたので、先生と一緒に家にいたんです。そのせいで現場の状況にいち早く気づくことができず、こんな大騒動に。はあ、私はこの企画を通して自分の実力を証明したいと思っていましたが、その気持ちが強すぎたせいでこんな結果を招いてしまったのでしょう。小野寺さん、僕も似たようなものだ。読者に字が汚いことを知られたくないという理由からその提案を受けたんだから。それにそもそも小野寺さんは僕の以前のサインに惑わされてしまったんだ。以前八重堂でのイベントで契約作者の直筆サインが展示されたことがあってね。当時の僕は丸一日かけてようやく形と流れが整った美しいサインを出すことができたけど、今考えてみると、見栄を張って建前のためのサインを書いたことは自分で自分の首を絞めたことと同義だった。まあまあ、二人ともそんなしょんぼりしないで。窃盗事件が誤解だって分かってよかったじゃないか。それに誰しも人に見られたくない一面はあるはずだよ。そうだぞ、行く秋と小説が無事だって分かっただけで十分だ。小野寺さん、小説紛失の件の真相についてはやはり離島にいる他の皆さんにも説明した方がいいでしょう。わかりました、私から皆さんに謝罪してまいります。じゃあオイラたちも離島に戻ろう。さ、どうしてここへ。ここ最近はお休みだったのでは。本当にすみません、皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。はあ、まったくあなたはどうしてもっと早くそれを言わなかったのですか。みんな知っていれば一緒に方法を考えてあげられたはずです。そうよ、みんなで一つのチームなんだから、困った時はお互い様でしょ。まあ今はそれよりも
陳玉先生のサインについて解決する方が重要です。先生、そちらの進捗はどのような状況でしょう。実はあまり楽観的ではいられない。ここ数日夜通しで作業して約10分の1しかできていないんだ。どうりでずっと行く秋は眠たそうにしてたんだな。わかりました。村田さん、後で八重堂に戻って新谷さんを呼び、武勇亭2階の部屋を貸し切ってください。陳玉先生の書道特訓用に使います。はい主任。実は私の兄が書道家なんですが、兄を呼んできてご指導を手伝わせましょうか。それは願ったり叶ったりです。それを聞いて私も一つ思い出しました。今日はリーユエから書道家の先生が2人いらっしゃる予定です。我々も仕事をご一緒したことがあるので彼らにも頼んでみます。なんだか大変なことになりそうな予感が。陳玉先生ご心配なく、先生ならきっとできます。以前も1週間だけで小説の最終章を書いたじゃないですか。小説と書道は全く別物だ。結局行く秋はしばらくサインから逃げられなさそうだけど、なんだかオイラすごく安心したぞ。以前は僕も一人で研究拠点にいるのが好きだった。だけど今は他の人も一緒になって問題を解決するのも悪くないと思う。重要な情報を提供してくれた謎の人物にも感謝しないとね。それって五花仙物語を残したやつのことか。君たち何の話だい。そっか、行く秋にはまだこのことを話してなかったな。なるほど。となると僕と小野寺さんが小説を運んでいたところを誰かに見られていたことになるね。アルベド、君に一つ頼みたいんだが、僕も君の絵に入れてくれないか。今日の件が何とか解決できたのはあの物語のおかげだ。それにこの教訓をより深く覚えておきたいんだ。ああ、いいよ。肖像画の統一性を考えてもそれが一番道理にかなっているからね。その影こそ葵の大きな、全ては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなはやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。爆弾持ちす。アルベドって本当にすごいよな。葵の大きなの肖像画をもう完成させるなんて。行く秋は武勇亭で特訓してるみたいだけど、一体どうなったんだろうな。なあ、あの物語を残したやつってもしかして近くに潜んでるんじゃないか。おーい、物語を書いた人、近くにいるのか。行く秋のために何か方法を考えてくれよ。行く秋はオイラたちの友達で、今回の新刊即売会は行く秋にとってすごく大事なことなんだ。お、何の音だ。猫か。ふう、やっぱり簡単には現れてくれないよな。もう遅くなってきたし、オイラたちも帰って休もうぜ。明日の朝また港口で船を迎えなきゃいけないしな。あれ？どどっ？
到着時刻表。旅人にパイモン、元気にしていたでござるか。姿の彩り祭には道案内の者がいると聞いたが、まさかお主らであったとは。オイラたちもまさかカズハが姿の彩り祭の客人として稲妻に帰ってくるなんて思わなかったぞ。実を言うと、招待状をもらった時は拙者も不思議に思った。しかし長く外をさすらっていたゆえ、この木に故郷に帰り故人を偲ぶのもいいと考えたのでござる。カズハ、さっき遠くからお前を見かけた時、何か探してるみたいだったけど、何かあったのか？先ほど皆と共に船を降りた時、突然近くにとても軽い足音を聞いたのでござる。あれは決して一般乗客の足音ではなかった。しかし拙者が振り返った時、そのものはすでに消えており、残ったのは桟橋から聞こえたポツンという音のみ。相手の姿は見えなかったが、足元に奇怪な紙切れを見つけたのでござる。その紙ってもしかして詩が書かれていたか？おや、どうしてそのことを？よもやそのようなことが起きていたとは。うむ、もちろんでござるよ。この前見た葵の翁の詩では最後に赤人のことが書いてあったけど、やっぱり今回のは赤人についての物語みたいだな。つまり赤人は赤色の印象を使うのが好きだったからこの画号になった。だけど盗作行為が将軍にバレてしまって追放された。なんていうか、今回の物語はなんだか不吉だな。拙者は別に良くない物語だとは思わないでござるよ。拙者もかつては幕府の指名手配人であった。赤人と大して変わらぬ。この物語の赤人は悪いことをやったんだから将軍に追放されたのは自業自得だ。カズハとは全然違うぞ。お前はどう思うんだ？うん、先ほど署名を書くのが遅いことを悩んでいる友人がいると話していたが、リーユエと稲妻においては確かに印象は署名に相当すると言われている。これは良い方法になるやもしれぬな。船で海を渡っていた頃、暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば拙者も力を貸せるであろう。おお、やったな。じゃあ早速アルベドに相談しに行こうぜ。やはり五河川の物語はまた現れたか。そんな方法まで一緒とは。印象、
ふん、そうだね。確かに効率の高そうな方法だね。それなら行く秋は筆跡の問題に悩まなくて済む。しかし行く秋は以前すでにサインを読者に公開したことがある。もし今回の新刊で印象を使えば誠意が足りないと思われてしまうんじゃないかな。僕にもう一つ考えがある。もちろん印象もそのうちの一部だ。今から右遊亭へ向かい、みんなと相談してみよう。さあ頑張ってください、陳玉先生。今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げています。きっと昨日の特訓が効いたんですよ。ダメだ、もう腕が上がらない。こうなることが分かっていれば今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに。先ほど10分も休憩したところですよ。もう少し頑張ってください。主任、さすが我々の中で最も恐ろしい原稿催促をするお方。ええ、道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を出向かせるのね。恐ろしいぜ。ちょっと見ない間に行く秋がまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃってるぞ。編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。みんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれない。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて、一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから2つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。ええ、この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり僕は助かったのか？主任、思ったんですが、以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよね。ですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば新玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります。白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった、みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。どうぞごゆっくりお休みになってください。後のことは我々にお任せを。
すでにサインの終わった小説については今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。小野寺さん、後で即売会の変更を八重様に報告してきてください。この案ならきっと八重様も気に入ってくださいます。あなたは頭の回転が早い。あとはもう少し落ち着いて行動を取れるようになればきっと将来は大事をなせるでしょう。ありがとうございます、主任。これが俗に言う災い転じて福となすってことかな。新刊即売会がサイン即売会になるなんて、読者の人たちもきっと喜ぶよ。注文なら私に。時間があるけど、これからどうするんだ？皆さん、ここにいらしたのですね。あれ、彩香と銀遊やろうじゃないか。なんでお前たちが一緒にいるんだ？実は先ほど、姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、下記から奇妙な紙切れを見つけたのです。その時こちらの吟遊詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き、二人であなた方を探していたのです。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよね。こちらです、ご覧ください。今までのは血の長さもみんな同じくらいだったのに、今度のは二言で終わってるぞ。短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がるとなる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると、水に触れると現れ乾くと消える特殊な墨汁があるらしい。じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。すると豊作だと言われていた
豚の筆跡が溶け出していった。なんでだ？印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした。ですので、文字を長く保つため、特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも赤人の歌集は将軍様へ献上するための重要なものですから、きっと二つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかし、その盗作だと言われていた歌には赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態ももともと紙にあった他の文字とは大きく異なっていました。じゃあ赤人は悪いことをしてないのに誰かに陥れられたってことか。ああ、これこそが墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに綾香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に五人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水光が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水光は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水光ににじり寄るはある影なりけり。その影こそ葵の大きな、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなはやむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五河川の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は咎により追い放され、河川五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり、通りがかりし葵の翁、古き友思い出し、目に映りしことを歌に詠む。後に水光が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五河川の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも五河川の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの？おい、金融野郎、
笑いすぎだぞ。オイラが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか。この物語の要は墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見てもただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろ。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば、赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか。え、そいつが黒主だって。そう、この詩集は4編しかないけど、ちゃんと五河川の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろう。お前たちに説明されてオイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。お帰りなさい。からずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど、それに顔色も悪いみたいだぞ。すまない、これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五河川物語が君に何か思い起こさせたかい。確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。迷惑なんてことないから気にするな。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五花伝と関係することでしょうか。雷電五花伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるな。これはシャブ業とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか。ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。お話しするのは構いません。ですが説明が難しいことですので、まずは私から雷電五花伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ業は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。その中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっております。雷電五花伝とはかつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら、シャブ業においても重要な官職についていました。しかし残念ながら雷電五花伝において現在に至って受け継がれているのは天の間流のみ。
そして一神殿は、技法は失われてしまったものの、その末裔はまだ存続しております。楓原家こそが一神流派の末裔なのです。和葉の家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてな。うむ、されど遥か昔のことに過ぎぬ。一神殿は拙者の曽祖父の代にはすでに没落していた。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。雷電五花殿の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われ、やがて完全に姿を消したそうです。このように言うものもございます。あれらの不幸はすべて雷電五花殿を断絶するために誰かが裏で操作していたのだと。とはいえ雷電五花殿が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も結局はただの噂とされました。うん、拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござる。その一件は拙者たち楓原一族だけでなく、上里家のシャブ業における地位さえも揺るがしかねぬものであった。五花仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。和葉、あの一件って当時何が起きたんだよ。あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか。その時拙者の知る全てをお主らに話そう。爆弾持ちすぎたのかな。